固い会社の固くない話、ものづくりのエンターテイナーテルミックがお届けするテルラジ。テルラジ。テルラジは株式会社テルミックの提供でお送りします。皆さんこんにちは、テルミック社員のリンリンです。こんにちは、同じく社員のノンノンです。はい、実はさっきのオープニングの収録の時にですね、はい、なぜかカメラ目線でノンノンのセリフを全部奪っちゃいましたということで、まあ撮り直してですね、ちょっと力が入っちゃったのね。もう意気込みがすごかったんだよ。今日はなんて言ったって中国語講座だから。そうなんです、今日は中国講座ですよ。待ちに待った中国講座ね。え、待ちに待ったね、リンリンのコーナーがやってまいります。でね、やった。テルミックとはどんな会社なのか、急だねちょっと紹介していきたいなと思ってます。そうですね、前回いつもね、ギュ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 ッと圧縮されちゃうので紹介がね、はい、テルミックとは実は製造業です。はい、金属部品加工業で、はい、主にこういったね、手で持てるサイズの部品をね取り扱っていて、はい、まあ、単品小ロットをメインに取り扱ってるんですけれども、まれにね500個とかそういったところもね、はい、ご注文は受け付けてますよね。そうです、鉄、アルミ、ゴム、樹脂、うん、まあ、何でも図面等いただいたら、相談を受けたらですね、はい、最短45分でお見積もりとか、はい、回答できるようなDX 化とか仕組み化されてますので、はい、ぜひ何かあれば相談してください。じゃんじゃん、どんどん。年間2000社会社見学にいろんな会社の方が訪れるんですけれども、まあ、どんなところを見に来るかっていうと、実は製造業なんですけど女性の比率が7割っていうことと、あとは DX を推進しておりまして、まあ、至る所にね DX 推進のその取り組みがありますので、皆さんそういった取り組みがどういった形でやられてるのかなっていうので見に来られる方がね年々増えていってますね。増えてますね、はい、あとやっぱり見学していただいた方の何かのヒントになって、うん、製造業全体がもっと良くなればなっていうことで、うん、創業者である田中社長は常々話してあって、はい、本当にこれどこで買ったのとか、いくらするのとか、うん、これでどうなってるのっていうのも包み隠さずそうです、ね、お話ししているっていうのも皆さんからすごいなっていうふうに、はい、もうじゃんじゃんどんどん真似してください。うん、相乗効果でね製造業がもっともっと盛り上がるようにっていうことで、はい、受け入れの方をバンバンしていますので、皆さんねぜひ会社見学してみたいなっていう方いらっしゃったら、ホームページのね、左下の申し込みフォームがございますので、あ、リンリがね今やってるけど、てるみちゃんがね手を添えてくれてますので、はい、皆さんぜひそこからクリックしていただいて応募お願いします。はい、お待ちしております。はい、それではね、はい、今週もよろしくお願いします。リンリンのこれだけを覚えれば固いよ中国語講座。皆さんこんにちは、大家好。違ったね。大家好、皆さんこんにちは。このコーナーは中国生まれ日本育ちの私リン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 がおすすめする日常生活で使えるフレーズや製造業の業界用語を中国語でお届けします。放送終了後は、紹介した単語は X や Instagram、まあ、YouTube の動画でも配信していきますので、皆さんぜひ見ていただき、フォローチェックもよろしくお願いします。はい、私のノンは生徒役で参加します。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ノンノン、ハオジョブジェン。ハオジョブジェン。さあ、これは何でしょうか。ハオジョブジェンは何でしょうか。ハオジョブジェン、これ教えたのかな。もうハオジョブジェン、あ、違った。何ですか。ハオジョブジェンはお久しぶりです。お久しぶりです。はい、ハオジョブジェン、やったかな。やったよね、お久しぶりですわ。変顔し、レンシンに。ああ、あなたと会えてとても嬉しいです。はい、まあ、こんな感じでですね、中国講座をやっていて、はい、たまにまた中国講座をやるときにはこんな感じでね、まあ、テストじゃないんですけど、はい、無茶ぶりしていきますので、ドキドキしますね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。リンリン、今日は何を教えてくれるんですか。中国語で、中国語でどの年代でも使えるような興味の湧くような言葉がいいな。それはみんな聞きたいかもしれない。はい、そう思った時に浮かびました。はい、なんだろう。それは恋愛です。ああ、恋愛。
リン、アイ。違います。リエン、リエン。下を上にこうやって、リン、リエン、リエン、アイ、アイ。四声四声。リン、アイ。漢字も一緒なんですよ。恋、リン、愛するって書いて恋愛、これ一緒なんですよ。へー、そうなんだ。そうなんです。いくつかの単語をちょっとお伝えしようかなと。愛の告白とか口説き方とか。なるほど。ただあの要注意するポイントとしては、今時かどうかはさておき、今時の言葉はそれさ、ちょっとさ、あれじゃない、あのここでさ覚えてさ、もし昭和感出た中国語でさ、すごい若い女の子にさ、うん、男の人がこうリンリン、え、何この人古って思われない？大丈夫？古くてもいいんです。それで印象に残りますから。あ、誰とも同じではもうダメなんです。物は物は言いようだね。よく聞いてね。よく聞いとく。なんだろう。まずは単刀直入に何事も中国って結構表現をするんですよ。あ、ストレートにね。そう、ストレートにね。こういう時は直接、直接、直接、ストレートって言う。ストレート。我喜欢你。我喜欢你。私はあなたのことが好きです。我喜欢。我喜欢你。我喜欢你。そう。我好きあなた。我好きあなた。我にが好き。我が私。我喜欢が好き。喜欢。にがあなた。に。我喜欢。喜欢。に。我喜欢你。我喜欢你。はい。そうです。私はあなたが好き。そう。で、それに、それの次がですね。私はとてもあなたが好きです。とてもがつく、ベリーがつくんだね、はい、ベリーがつきます。はい。その場合はですね、我很喜欢你。我很喜欢你。喜欢你。私はとても好きあなたって漢字書いて、うん、我很喜欢你。我很喜欢你。皆さん、音声を聞いた方もね、YouTube で映像を見た方も、やっとのんのんが難しそうな顔が見えましたね。とてもいいです。フィーちゃん好。フィーちゃん好。とても良い。とても良い。三声ね。はい。わ、はん。わ、はん、しほに。そうです。そのとてもっていろんなとこで使える？使います。私はとてもお腹すいた。あー、なるほどね。私はとても何々が欲しいっていうのは、基本もうわはんは必ず固定で使います。なるほど、ね、何でも使います。はん。我很喜欢钱。言ってみて、言ってみて。顔が、我很喜欢钱。その顔で言われたらなんかおーってなるよね。これは今何で言ったかというと、私はとてもっていうこの単語というのは何でも使えて、うん、今あの長いけど言ったのは、私はとてもお金が大好きですっていう。あ、何でも使えるね。何でも使えます。はん、わはん、しほに。はい。で、このはんの次に、あとあの同じような度合いになるんですけど、ちょっと簡単な言い方があって、うん、何かというと、我非常喜欢你。あ、非、非常、非、非常、非常、非常にって言うんですね。あ、非常にが非常。はい。なので、私は非常にあなたが大好きですみたいな。非常。なので、ちょっと変な発音はすごい難しくて伝わらなかったらどうしようってなってる方がもしいたならば、うん、我非常喜欢你。あー、なるほどね。そっちの方がでも言いやすいかもしれない。我非常喜欢你。非常喜欢你。そう。非常。フェイちゃんが非常にね。そう、非常にって意味です。それちょっとさ、敬語みたいになるの。とてもよりかはフェイちゃん、シーフォンに。ちょっと硬い感じ、ちょっと正式な感じ。なんか普通に食事会とか遊んでる時にふとさ、おはんしファニーみたいな、うん、さらっとこう言うのだったら、うん、おはんしファニーって言うけど、うん、わフェイちゃんしファニーは、うん、なんかちょっとお茶しながらふとした時にわかる、この違い。お上品な感じ。お上品っていうか、ちょっとなんか壁があるじゃないけど、ちょっとなんか目上の方とか、ちょっとまだあの関係が浅い方とかに、そうです、そうですね、今日は非常にお天気がよろしいですねみたいな、よろしいだわよみたいな、そういう時に使う非常にかな。まあ、でも それに近いかもしれないですね。そういうことね。他にはあ、どうしたの。ダメだよ、最初に笑っちゃったらあの
あ、ごめんなさい、ちょっと昔の過去の自分を思い出しちゃって。何これ言ったら過去の何リンリンの恋愛話ってこと？違います、恋愛話じゃないけど、みんなね、若い時じゃなくてもやっぱりそういうあのキュンってなる時あるじゃない。キュン、あのストレートにもう自分の思いを伝えたいの。どうしたどうした、急に。はい、どうぞ。我想做你的女朋友。私はあなたの彼女になりたい。あ、そうやって言ったんだね。そうかそうか、それで恥ずかしくなっちゃった。こっちが恥ずかしいわ。ちょっと昔思い出しちゃって。そうなのよね、言うのよ。我想做、我想做、これは私は何々がしたい、したい。あ、我想做你的、你的、あなたの、あなたの女朋友、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 三世、二世、三世、女朋友が彼女、彼女です。で、女朋友、あの男女とかつけずに朋友、朋友っていうと友達なんですけど、なので恋愛だけじゃなくて、こうね、あの日本にいても海外にいても友達を作りたいと、あ、なるほど、コミュニティを作りたいっていう時に、もう今の言葉ですね、我想做你的朋友、我想你的朋友，我想，我想做你的，你的朋友，朋友。どうしても実は使えるんです。ほー。言ったんだね、リンリンね。暑いね、今日ね。皆さん暑くなってきた。私だけ？私だけ。やっぱりあの中国の女性の方ってそういう積極的な方が多いのかな。その彼女になりたいとか。あ、でも好き好きみたいな感じで言う方多いのかな。ストレートに伝える人と待つ方が結構多い。なんかそういうものは自分から追いかけるんじゃなくて言われるもの、あ、言ってきてよみたいな、察してよみたいな。今日ね、中国講座の時に何を伝えるかじゃなくて、古くないのかなってちょっとすごいずっとあのヒヤヒヤしながら今ね。今はこれは古くないんだね。じゃあでもこれは一般的なことでしょ。一般的な感じですね、うん、もうダメだったらもう I love you でいいですよ。急に英語になっちゃったね。え、ベリーラビューっていいですよ。何ベリーラビュー。とてもラブです。いいんですよ、もう挙句の果てにもうこれでいいんですよ。まあ、ジェスチャー、ジェスチャー、はい、使い方はね、もういろいろでしっかりこう言葉さえ伝えれば大丈夫なんです、うん、納得いってない模様です。うん、そんなことないよ。じゃあ、あのなんか口説き方って言ってたじゃん。あ、男性がやっぱそれ知りたいんじゃないかなと思って。口説き方ね、うん、これは今通用するかわからないけど、うん、でもナンパ、ナンパ、はい、まあ、でもナンパを、中国語で言うとダーシャン、ダーシャンって言います。ダーシャン、はい、この発音ってやめとくわ。なに、いや、気になるね。私の中で面白いと思ったけど、私大体オチがない女なので。でもちゃんと言うね。 そんな卑下しなくていいよ。あるある、大丈夫、あるよね、うん、ダーシャンの発音って、うん、大きい山って書いて、いダーシャンと似てるじゃんね。ダーシャン、だからちゃんと発音しないと、うん、この人何言ってんだろうみたいになっちゃうので。あ、そういうこと。この単語ちゃんと発音ね、ダーシャン、二世四世、ダーシャン、シャン、ダーシャン、道歩いてる時に、うん、あ、素敵、友達になりたい、うん、声かけたいっていう時ありますよね。あるよね。そうだね、ある。今何時ですかって聞く。古いね、ね、今何時って聞いてよ、これ聞いてよ。で、今何時って時間が知りたいわけじゃないの。はい、そりゃそうで、そうでしょ。誰でも分かるよ、そんなの。時計もあるし、携帯も今はあるし、いらないの、そんなの。聞きたくないの。聞きたいのはまずこの単語を覚えようじゃん。先生、不好意思。先生、不好意思。不好意思。あ、すいませんって。不好意思。現在几点了？现在几点了？现在几点了？几点了？これ、あ、すいません、今何時ですか？違う、その次何かあるのかなって待ってる。何でしょう？期待してる。あ、期待してる。その期待に応えるか分かんないけどね。期待してる、すごい期待してる。その次何かあるのかなって。で、そしたらみんなね、スマホを出すのよ。はいはいはい。こうやってね。あ、その作戦ね。
みたいなでやるじゃない、うん、そしたら WeChat 交換しないってストレートでしょ。そっか、田中社長がよく言ってたもん、 WeChat 誰みんな教えてくれるって言ってた。基本ね拒まないの。なんか日本で言うと LINE 教えてみたいな、今何時、今はですねちょっと LINE 交換しないみたいな、なんかみたいな。そう、日本だと LINE そこそんなさ初対面の人にそんな LINE 交換しようって言われたら多分みんなしないと思うんだけど、そうそうそう、中国だと WeChat の交換は見ず知らずの人でも交換しようって言ったらいいよってあ、しますてくれるって言ってた。本当なんだね。本当本当なの。あ、だから今何時ですかって携帯取り出した瞬間に WeChat 教えてってなるんだ。はいはい、そうなんです。今何時ですかって聞いて携帯出して LINE 教えてよって言ったら多分逆にストレートすぎていいのかな。それ分からないね。あ、それはちょっと後半で話します、うん、そうだね、後半で議論する。中国語講座じゃなくなっちゃうね。大丈夫、他にも準備してあるから。あ、さすが。じゃあ後半もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。では後半もね、のんのよろしくお願いします。前半のことをちょっとおさらいしようか、覚えてます？入ってきました、うん、内容。そうだね、最後ので一気に全部飛んじゃったんだけど、そんな方のためにちょっとおさらいし、非常には覚えてる。フェイちゃん、フェイちゃん、フェイちゃん、その単語ね、すごく大事、それ何でも使えるから。じゃあちょっとおさらいしますか、はい、私は、うん、とてもあなたのことが大好きですの時はね、 あなたのことが大好きです、はい、我很喜欢你、我很喜欢你很我很喜欢你、我很喜欢 你でこれ言いにくいでしょう、あの很がねちょっとやっぱりね言いにくいので、これを非常に非常、そう、非常、非常、我非常喜欢你、我非常喜欢你、そうですね。私はとてもあなたのことが大好きです。全然のんのね、多分最後に入ってこなかったことで、ちょっとねそこもちょっと話、あのナンパするときに今何時、うんと、ペッね、WeChat とかペッて出てきて交換しましょうってなるじゃない。あ、じゃあさ、女性側は今何時って聞かれた瞬間に、あ、これもうダーシャンだって思うの？だいたい思いますね。あ、すごいね、そうなってるんだ。だいたい多分思います。だって今携帯持ってないとか時計持ってない人って極めて少ないじゃん。みんなもう、そうだね、時計がなくても携帯をみんな持っている方が多いので、うん、そんなのないとかあるみたいなのありつつも、もしかしたら本当になくて困ってるかもしれないっていう優しさで、うん、うん、とってそこをね付け込んでね、スピーチャットっておかしいもんね、付け込んで言い方は、いやすごいね、そうそう、やっぱ今何時で通用するんだ。今何時は何で、何で言う、何て言うかっていうと、現在几点了、现在几点了、现在、现在几点了、几点了、今何時ですか？今何時ですか？LINE、はい、交換しましょうみたいな感じは、いやすごい、我们交换微信吧。喂？我们交换。我们交换。これ私たち交換しましょう。うん、でその後ろが、あの LINE でもいいし、うん、WeChat でもいいんですけど、うん、我们交换。我们交换。交换。微信吧。微信吧。WeChat って微信吧っていうの。微信。微信。その後が肝心なんです。肝心なのは毎日どんな時でも連絡をすること。天天联系。天天联系。毎日連絡すること。天天毎日联系。联系。連絡すること。いや本当にね。ちょっとノンノンが引いてるけど本当に、ね、結構多いのよ。だってまだそれってナンパし
って連絡先交換した人でしょ、彼氏彼女じゃなくて。そう、でも連絡しないともう交換して終了じゃん。そうそうそう、そうなんだけど、もうどんどんアタックしないと、毎日やっぱりする方がすごく多いの、うん、あ、なんかおはようとか、今から仕事行ってくるよ、うん、お昼ご飯食べた、今日はラーメン食べますとか。あ、どちらかというと、うん、あの韓国の方と似てるかもしれない。それって今の、ま、豆っていうのかな、今の若い子たちもそうなのかな。します。ほほします。皆さんそれはね、あの TikTok の中国の動画で検索しましょう。それが一番最先端の入りが分かります。でも結構連絡取ってるような感じするけど。いやでも文化やっぱち、ね、面白いね。中国とさ、やっぱ韓国とか日本もだけど、恋愛事情もさ全然違ってくるから。風邪ひいたりとか体調悪い時って家の玄関までお薬とか、うん、食べ物を全部持ってきてくれるの。これさ、中国語の単語の前になんかちょっと恋愛話になっちゃったね。違う違う、なんだっけ、何の話になっちゃった。なんだろう、中国語講座、まあまあ中国文化講座みたいな。まあそういうのも大事だよね。いや、そうだね、そういう文化を知らないと口説くこともできないからね、男性の方は。そう、ね、どういうことが女性が好まれるのかとか、音声メッセージとか文字で打って自分の気持ちを伝えるのも大事だし、うん、例えばね、連絡しても無視されるとか、うん、返事もない場合には、うん、この言葉を送りましょう。あ、なんだろう、それはよく聞いてくださいね。連絡が返ってこなかった時。そう、連絡が例えばあの今何してるの、仕事終わったよって一日何回も送っても、うん、何日送ってももうたま相手が忙しいのか用事があって連絡が返事もない、既読無視みたいな感じになった場合ね、うん、そういう時に使える言葉です、うん、はい、我想你了。我想你了。我想你了。会いたいです。ダメ、それはダメ。なんで？既読スルーでその言葉はやめとこう。やめた方がいいのかな？良くない、逆効果だと思う。でも、ノンノ、そしてリスナーの皆さん思わない？忙しいのかもしれない。いや、忙しくても一言ぐらい遅れる。じゃあこうしましょう。にまんま。にまんま。あなた今忙しいのって聞きましょうじゃん。そう、まあまあどっちかって言ったらそっちの方がいいかもしれない。にまんま。にまんま。あなた忙しいんですか。にまんま。あ、忙しいのってまんまっていうの。そうです。へえ、何それ。例えば、ね、仕事上でも友達に対しても今連絡していいとか今忙しいっていう時って通常でも使うじゃない、はいはい、そういう時はまんま。まんま。にまんま。にまんま。まんま。まんま。どっち使っても大丈夫。すごいね、まんまって忙しいって意味なんだ。へえ、忙しいのって。でそれであの忙しいってなった場合は、うん、まんまん。簡単でしょ。何、じゃあうわって既読スルーが続いてにまんまって送ったらまんまんまんって書いてくるの。つらつらいな。そういう時は大丈夫。そういう時はこう来るの。わしゃにら。あなたに会いたいです。やっぱり伝えたら気持ちってね伝わるのよ。気持ちってね伝わるのよ。伝わってきた。リンリンのこう恋愛術みたいなのが。恋愛術今ね一人だけわかるかな。もう伝えすぎて伝えたくて汗だくになってるっていう。いやすごいなって思う。見習う。ちょっとだけ見習う。ちょっとジェンナマ。ジェンナマ。本当に本当にってジェンナマって聞くじゃん。本当だよって言ってジェンダジェンダ。メイヨ。メイヨ。ないです、嘘ついてませんみたいな。メイヨなしみたいな。終わっちゃったじゃんそれで。大丈夫大丈夫。そういう時は次の手がある。もう一回行きましょう。わしゃんだからダメなんて。ダメダメ。でもそしたら多分相手はもう無視するか、うん、あの寝回して似顔を送ってくるか、あれかな。そこまで言うならって会ってくれるのかもしれないね。そして会って喋ったらもしかしたら意気投合して。ありえるね。だって考えてそこで連絡先を交換して、うん、一切連絡しなかったらもう一生会わないかもしれないんだよ。強
であれば気迫強いやもったいないじゃん、せっかくね、んでそこであの恋人関係にならなくてもお友達としてだったりとか将来仕事でつながる可能性だって世の中にあるんだから、まあね、もったいないと思うんで缘分、缘分、これはあのご縁を大珍惜缘分、珍惜缘分、はい、これは何かというとご縁を大事に、ご縁を大事本当メルトで今何時ですかから始まってね最終的にはご縁を大事にねでもこれも使うんだよ、素晴らしいまとめ方使うんだよ、使う、どんだけ言ってもダメな時に縁を大事にしようよって意味で、あそこで出会えたのもご縁だよって、そうそう、このご縁をどうやってどうするのって、そう、もったいないよって、でそういう時になんて言うの、わし兄らだからだって会いたいじゃんねえ、あるじゃん、そういう時抑えれない時あるじゃん、どうしても会いたい、もうこうやってこうやって分かる、こうやって見るだけでもう満足な、別に喋らなくていい、会えるだけでいいの、会えるだけでいいの、会いたいんだね、見たいんだね、覚えた大事な言葉、わしゃにら、わしゃにら、会いたいです、私はあなたに会いたいです、わしゃにら、あとあと本当にね、ジェンダマ、ジェンダマ、本当にまんま忙しい、まんま、プーマン忙しくないです、プーマン、プーマン、那我们见面吧じゃあ会いましょうそう、そういう風なねやり取りになるのよ、なるの、本当になるの、リンは興味がない人だったら何を送られてきても全部シカトします、リンはシカトするの、うん、で唯一、うん、なんかイラスト送って寝ましたってでもそういうことね、あのそれで分かりやすくね、分かりやすく一生懸命やっぱりね気持ち伝えてくれる人っていうのは、うん、それでお友達になる場合もあります、おー、はい、すごいね、あの何普通のただの友達で、あでもさ困ったら助け合う連絡先をちゃんと交換するっていうところがまずさ第一ちょっと文化の違いだよね、文化の違いなのかな、そっか、いやわかんない、私だけかもしれないけど連絡先なんか絶対交換しないもん、今何時今何時じゃあウィッシュなしですウィッシュないです大丈夫、インスタじゃあフォローお願いしますやり方はもう自由なのよ、携帯持ってませんとかさ、あ そうやって言う子もいるよね、家の電話番号教えてくださいちょっと怖いね、そこまでみたいな、こうやってねリンリンみたいにグイグイ来て、うん、うわちょっと重たいとか怖いってなるじゃない、うん、なる時あるじゃない、うん、そういう時は皆さんこれもね大事、これは恋愛とか変な人に会うだけじゃなくてね、危険を感じたときは使います、はい、我报警吗、我报警が、我报警吧、我报警ら、私警察に電話しました大事でしょ、大事、それは大事、我报警は ゆっくり言ってみて、我、我报警、报警ら、ら、我报警ら、我报警ら、これはあの私もうすでに過去形、うん、私も警察に連絡しました、もう来ますよって意味なんだけど、そうじゃなくてこれから警察に言うわよみたいなの時ね、これ似てるんだけど、我報警、我報警、ルアはいらない、あ我報警、私警察に連絡しますよみたいなのが、これからやることがあの我報警、すごいね、なんかこう差がすごいね、この会いたい会いたいから警察連絡しますみたいなやっぱりね、あ白か黒か、そう大事なのよ、オセロのような感じで、そう、ね、でも身を危険を感じた時はね、やっぱりそこはあのそうだね、最後は女性の方にぜひね覚えておいてほしいですね、はい、そうです、そしたら多分みんなバイバイって言ってくる、恋愛から、ね、あのメッセージの返し方から、はい、最後は警察への連絡の仕方まで本当にいろんな単語を教えてもらいましたね、はい、まんまプーマン、プーマン、これのんの使えるね、これ使える、まんま、これ絶対すごい使うと思う、私リンリンに本当チームスでまんま今まんま現在まんま、現在まんま、そう今忙しい、現在まんま
あのぜひ覚えてね。はい、はい、また今度どこかでリンリンの中国講座をやっていきたいと思います。はい、楽しみにしてます。はい、以上リンリンのこれだけ覚えれば固いよ中国講座でした。再現どんどん今日中国講座、はい、楽しかったですね。いやリンリンのね恋愛模様がよく垣間見れたというか。違います。違ったね、まあ、架空のね、架空のリンリン、例えばの話だもんね。まあでもちょっと本音もあるけど ね、はい、本当ということで、だから皆さんもぜひ覚えていただいて、ぜひ使ってみてください。はい、このね番組収録の様子もね YouTube で動画配信してますので、はい、まあ、リンリンのこの圧のある顔とかね、一生懸命な顔がね見れるし、あと口元でね中国語の覚えやすいので、ぜひ皆さん YouTube でチェックしていただけるといいかなと思います。はい、そうですね。そして、はい、高評価、グッドボタン、はい、あとチャンネル登録も、うん、ぜひぜひよろしくお願いします。固い会社の固くない話、ものづくりのエンターテイナーテレミ君をお届けするテルラジ、お相手はリンリンとノノでした。また来週、さよなら。